どうも、みんなの太郎ちゃんです。大津尾崎です。シネマンガブラザーズです。お願いします。さあ、今日も集まりました。映画見てますか、皆さんね。漫画読んでますか、ね、そんな掴みしたことなかった。いつもやってますよ。見てますか、本当に。やってない。ということなんです、ね、はい。今日は尾崎くん呼んだのにはちょっと訳がございます。なんとですけど、本日尾崎くん解明しようのコーナー。しないよ、しない。O2 尾崎でやってきた。いやいや、皆さん考えてみてくださいよ。 O2 尾崎、名前だけで映画好き芸人って分かります？分かりますか皆さん？分からないですよ、ね。それを言ったらね。いや、もうミヤトフィルムさんなんてもう映画好きじゃん。まあまあ先輩芸人のね。なんお前それを大津尾崎って。いや別に名前に罪はないけど、大津尾崎じゃまだ伝わらないよ。そこの概念をこうちょっと変えたい。まだそのプロフェッショナルイコールケースか問題したいって言ってたじゃないですか。あ、はいはいはい。映画好きイコール大津尾崎にしたいみたいな。いや弱いよまだ。お前は TikTok があることによってギリ映画好き芸人として認定されてるだけ。そんな。ということをね、はい、考えましてね、はい、尾崎の名前をちょっと変えてみようじゃないかって、はい、いやまあでも正直考えてたこともあるよ、名前変えなきゃなとか、うん、ということで何本か考えてきました。考えてくれた。考えてきました。俺はもうピカイチの。ありがた迷惑だね。2020年初ありがた迷惑。後半だけど。よかったら、まあもちろん、クリティカルヒットしたら、もちろん。多分あるよ。俺も映画好きだから。本当に。はい、というわけで、まず、コーナー。第1個目。はい。じゃあ、早速。理由から先に言うわ。まあ、まず、パッと見パンって出した時に、あ、この人はこういう人なんだ。こういう映画が好きなんだって思ってほしいということで、こちらです。尾崎映画館。こちらどうですかね。まあ、群馬とかにあるんじゃない、もしかしたら。あ、尾崎映画館、山奥の方に。あの O2 の尾崎映画館って言ったらもう YouTube にも TikTok にもこう、うん、映画あるある載せてますよっていうの伝わるじゃん。ちょっと言ってみてこれ。じゃあ太郎ちゃんですから。あ、どうもみんなの太郎ちゃんです。どうも尾崎映画館です。みんな映画見てる？おお。来た来た来た。マジ超こびてるじゃん。いいじゃんいいじゃん。これめちゃくちゃ映画好きやん。それじゃあ尾崎映画館といつかそのクリープハイプの尾崎世界観と。いやちょっとかぶってるの。ちょっとかぶってほしい。ゴロがあってちょっと股間がね。だからこの間もあの世界観の間にしようか迷った時でも間にしちゃったら、うん、映画見るになっちゃうから世界観と。ああ、はい。だからそれでもまたブレると思ってまずこれ。で続いて第2個目。どんどんこれ理由がもう1個、これ2個目の理由なんですけど、尾崎って結構記憶喪失な説があるの、ね、俺の中に。今日次集まる日いつだっけとか、何時だっけとか、ね、ちゃんと俺説明してるのに毎回聞いてくることあるし、あと俺の熱いエピソード大体忘れてるというか、だ嘘って言ってくる。俺が捏造したみたいな。女の人みたいなとこあるよな。いや俺がめめしいんじゃない。というわけで、うん、それを元にしたこちらでございます。ダダン、メメント尾崎。いやいや、こちらこれ映画好きな人なら伝わるんじゃないですか。はいはいはい。大丈夫？大丈夫？来た。クリスマノーランの10分ごとに記憶巻くぐらい。そうそうそう。で尾崎はもう10分しか記憶持たない。誰が入れずに本だよ俺。次の集合場所どこどこするの。だからこういうとこ、こういうとこもね、映画マウンター尾崎っても考えたんだけど、やっぱそれよりはやっぱメメントでしょ。普通になんかメメントって言葉かっこいいし、かっこいいからさ、なんかちょっと痛い先輩って思われちゃう。いやいや、もうだいぶ痛い。どうもメメントです。ちょっともう一回自己紹介いくか。どうもみんなの太郎ちゃんです。10分だけでいい。メメントする。あ、いいじゃん。これもまたいいわ。怖いな。じゃあちょっと3個目いきますか。尾崎くんと言ったらというか、本当は一番悲しいやつって少年漫画あるある撮ったんですけど、はい、まあ、空と陸という役で、空が死んじゃう役 で明るい感じのキャラクターで接してくる。で嫁がその動画見て無理してるって言ってこんな明るい人じゃない。人を見抜く顔立ち的に。そうです。で考えた理由でこちらでございます。尾崎悪役顔。これはね、尾崎やっぱ悪役の方がね動画撮って似合うんですよ。まあ、悲しいから悪役のモノマネしたらクーンって伸びるな。主人公じゃないんだよね。悲しい。特にジャンプ系の主人公とかルフィとかナルトではないんだよ、絶対。サスケタイプなんだよね、どっちかっていうと。闇落ち系ね。闇落ち系なのよ。まあかっこいいけどね、闇落ちするキャラって人気あるし。そうそうそう。でも
俺好きだよ。大崎は人気は出ない。逆にさ、挨拶の時にも怖い、あ、名前、今日大崎悪役ガオですガオさんと一緒だってなった時のアイドルが挨拶しに来た時のちょっと脳裏でした。どうしよう、ちょっと今日は尾崎悪役ガオさんと一緒だ。コンコン、失礼します。あ、あの、ユルフアキャンディのトロコです。どうも、尾崎悪役ガオです。あ、めっちゃいい顔ってなるけど、まあそのね、ギャップでね。逆にその笑顔で怖いみたいな。あ、笑顔怖い。悪役顔尾崎です。あ、出た。尾崎悪役顔です。映画あるある、優しい笑顔のやつ一番怪しいです。実は怪しい。4個目いきます。今の劇は何だったんでしょう。これはまあでも、はい、まあなんかその、これも文字だけで、あ、こういう人かなっていう、はい、まあ、映画あるあるやってる人、まあパクってる人、はい、ということで尾崎映画泥棒。これどうすか。ちょっと聞こえ悪いけどな、この人でしょ、この人。そうそう、その人であるっていう意味と、まあ映画あるあるって、まあ言うたら映画のパクリじゃないですか。まあまあ言うなよ。映画のパクリ、え、尾崎映画パクリと尾崎映画泥棒迷ったけど、やっぱ映画泥棒でしょうかな。まあコメントでもたまに、じゃあこいつは何も生み出してないよ。そんなコメント来んの今。で、これアンチ向けのね、このお名前でございます。なんでアンチ向け。ちょっとなんか営業来づらいな、これ映画のね、スポンサー、うん、東宝さんから。あとなんかちょっとダンスうまいイメージになっちゃうね、多分この映画泥棒がさ。泥棒だとしたらカタカナ泥棒かな。あ、ちょっと生々しいか、そこの泥棒。それかノーモア尾崎映画泥棒。まんまじゃないか。多分東宝の営業一切来ない。いや、逆に来るかな。逆に来る、撲滅キャラになるわけでしょ。ああ、これあとまだありますよ。まだまだ続きます。これはね、あの映画にはちょっと関係ないんだけど、普段の尾崎というかプライベートというか、まあ、尾崎ってこういう人だよなっていうのをこう人として出せたらいいなと思って考えました。尾崎変なボケ。それは否めない。いや、違う。あの尾崎といえば、変な時に変なボケをぶっかましてくるっていう、ぶっ放してくるっていう。好きだからね。そうで、あの俺を困らせるっていう。いや、好きだからね。人が困る顔好きだから。困るって。尾崎人の困る顔好きだから。長いな、それは。それでいいなら俺はそれでいいよ、もう。変なボケ。尾崎変なボケです、お願いしますって言ったらもう、つって。漫才とかが多分入ってこない。で、しかもお前ツッコミだもんな。そうそうそう。あとはこれは最後になるんですけど、最終候補でございます。まあ、尾崎くんとは、まあ、4年、5年ぐらい、4年ぐらいか、一緒にいますけども。やっぱ、尾崎って言ったらこれですよね。おかしいだろ、尾崎。逆？おかしいだろ、尾崎ってツッコミのね、あの NSC の頃から今まで一番言ってるセリフが、おかしいだろ。おそらく、統計上。メラしか使わないんですよね、魔法で言ったらね。でもあんまピッとこないメラゾーマでしたっけ？ドラゴンクエスト？あそこは行かないんですよ、尾崎は。メラだけなんですよ。このおかしいだろ。最初にしか覚えない技をし。しか使わないってこと。体当たりし、体当たり。体当たりのみで、あの、四天王行くタイプ。100レベルにしてね。まだ覚えてるよ。NSC の同じクラスだった、最初。まあ、最後もか。でも、尾崎は、ツッコミでずっと、おかしいだろ。4分間ぐらい言ってたけど。その記憶しかない。髪長くてな。髪長くて。まあ、そきつらしながら。おかしいだろ。お前がおかしいだろ。お前が一番。これがツッコミなんだぜ。そりゃもう、尾崎変なボケるし、これは。仮にもちゃんとした芸人さんから初めてモノマネされたのがタロちゃんで、あー、こいつ、うっくしいだろ、こいつ。めちゃくちゃほら、ずっと、うっくしいだろってさ、こいつ。それ見て、おかしいだろって、お前言って。そんな好きかって、おかしいだろ。いい、どうですか、これ、あの、6個候補出したんですけど、ちょっと選んでみてください。もう20個ぐらいあると思ったんですよ、ちょっと。注釈的に2個やる。いや、でも、めちゃくちゃ考え、お前、俺のこと好きやんか。ちゃんと考えてる。まあ、改めて見ると、うん、ちょっと待ってね、尾崎映画館、尾崎映画館、メメント尾崎、はい、尾崎悪役顔、尾崎映画泥棒、うん、尾崎変なボケ、おかしいだろ、はい、尾崎。で、これはもうね、1個しかないよね。じゃあちょっとドラムロール入れるんで、発表してください。うん、じゃあ、尾崎が解明するのかしないのか。尾崎映画館。おい、尾崎映画館、その
のやっぱクリープハイプ尾崎世界観と対をなすっていうのはちょっと、ほらいつかこう共演ちょっとな、うん、ちょっとそのまあ意識はしないといけないと思う。尾崎世界観多分今後ずっと折れ続ける人がいるわけ。そうそうそう、尾崎映画館で一つ館がね、館がこれはあれだけど、そう世界観はあの世界観だから見るじゃん、うん、見るの方にしたね。だから見るの方にするかはもう尾崎が選んで、めっちゃキモいけどな。いやもういいと思うよちなみにどう思います、この館が館あっちだよっていう説明されたらどう思う。まあ尾崎世界観好きなんだな尾崎世界観の世界観を大事にしつつ映画を推してる、映画あるあるの人だから、尾崎世界観さん好きなんですかって聞かれた場合はそんなこと聞かないです。あな、こいつ別に好きじゃないもん。しかもその O2 でさえさ、どう読むんですかみたいな人もんちゃから あるよな。え、尾崎映画館でどう書くんですかみたいなところでさ、絶対この表記になるしさ、多分ね。そうそうそう、ね、AD さんが楽屋場で用意したって絶対。確かに確かに。それが面倒くさいからやっぱだけあります。おいあ、急に。え、じゃあお前大津尾崎で行くの。はい、え、ちょっといやすごい思いは伝わったけど、思いは伝わったけどちょっと重い、うん、考えすぎ。いやいや、ドラクイーン。じゃあ俺は普通に小沢雄太郎に戻すわ。なんでやねん。もっとじゃあかっこいい名前したい。もっと考えてるのある、考えてるのあるもん。ビジュアル系バンド考えてるのあるの。あるある。え、ちょちょ今発表してもらっていいですか。尾崎キューブリック一番キモいわ。キューブリック、キューブリックの名前お前が勝負のか。キューブリック一番かっこいいです。え、それは本当に変えましょうね。じゃあしますね。だからそれはもう偉大すぎて逆にしない、うん、しない。だからもうちょうどいい映画に巡り合ったら、だから俺はもう映画すべてをこう尊敬の眼差しで見てるから、うん、自分がそこに行ったら改善するから。なるほどね、わかりました。じゃあこうグッとくれる映画があったらそれになると。だから尾崎明になりました。尾崎黒沢明。いや黒沢明だったらもう見てるだろもう見てなきゃ映画好きかかんない。そうそうそう、二度と。そうそう、ということで今日は、はい、尾崎くん改名なしですか皆さんすいません、皆さんの思いはちょっとまだ僕の、まだちょっと言わして、うん、お前俺の名前つける前に子供生まれるんやからそっち考えろ次息子の名前。じゃあ小沢漫画館漫画館で行かせていただきます、はい、ということで、はい、本日もシネマンガブラザーズでした。チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと息子のこと考えてるかもしれない漫画館で言うね。ダメだよ。おさむでいいんだよ。手塚おさむ。おい、栄一論するわ。